Thank you.
おやすみ。愛してるよ。もしもし。サラ、頼む。パパをすぐ呼んできてくれ。トミーおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か。トミーおじさん、もしもし。何だったの？パパ？ここなの？全国に広がっている病原菌の感染に関係しているようです。どこにいるのよ。最新の報告によりますと、感染した患者は攻撃性が極端に増すという症状を。全員退避しろ。ガス漏れだ。急げ。ただいま後ろで何か動きがあって。早く逃げるんだ。何をやってる。何が起きてるの？パパの電話。着信が8回。一体どこにいるんだ。電話をくれ。すぐに行く。どこにいるの？あ、パパ。サラ、大丈夫か？うん。誰かここに来たか？うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、下がってるんだ。パパ、怖がらせないでよ。どうしたの？違
市民の一家だ。様子がおかしい。病気みたいだ。病気って？くそ、ジミー。パパ。じゃあサラ、来い。ジミー。大丈夫。サラだ。ジミー警告だぞ。やめろ。行くぞ。こっちだ。え、撃ったの？サラ。今朝会ったのに。聞いてくれ。何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか？うん。トミー、さあ、行こう。分かった。どこにいたんだ？何が起きてるか分かるか？ちょっと待ってな。なんだおい。ほら。血だらけじゃないか。俺のじゃない。出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。そこ出してくれ。寄生虫か何からしい。何があったんだ？後でな。おい、サラ。大丈夫かい？大丈夫。ラジオ聞いてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。携帯もダメ。ラジオもダメ。ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた？兵士たちが、ハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号、そうだな。何人死んでるの？たくさんだよ。家の中でズタズタにされてた人だって。トミー。ああ、悪い。まったく、なんでこんなことが。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は南部ってことだった。それが東海岸と西海岸。おい、あれはルイスの農場だ。あの野郎、助かったろうな。奴は大丈夫さ。私たちも病気？いや、病気じゃない。本当に？町の方で発生したらしい。本当だ。ジミーも町にいたの？ああ、そうだ。俺たちは。おい、人がいる。何をするつもりだ。無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。おい、走るんだ。助けてくれ。止まって。お前は知らないんだ。助けは来るさ。乗せられたのに。最悪だな。みんな同じことを考えてやがる。少し戻ってから。おい、なんだお前、行けよ。なんなの。トミー、トミー、早くと。なんだよ、あれは何なんだよ。じゃあみんな動けよ。何から逃げてるの。ここを抜けるの。やってるさ。うわっ、走れ。ここで止まるな、ソミ。ここは抜けられないって、兄貴。じゃあバックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ。行け。パパ、ねえ、ねえ。何？クソ、まだだ。戻れたら隠れろ。どうしたよ。クソ、クソ、クソ。パパ、ここだよ、サラ。ここだ。手を出して。
届くれ。逃げないとヤバい。これで守ってくれ。さあ行くぞ。しっかり捕まれ。よかった。目を閉じてろ。走んだ。ハマだけを見てろ。あっちだ。絶対逃げ出せる。安心しろ。もう大丈夫だ。大丈夫。おい、助けてくれ。頼む。この子、足が折れたみたいで。顔動くな。分かった。俺たちは病気じゃない。区域外で民間人を発見。どうしますか。パパ、トミーおじさんは。まずはお前を安全なところまで連れて行く。小さな女の子もいるんですよ。しかし、了解。頼む、ひどい目にあったんだ。とりあえず、くそ。やめてくれ。まずい。サラ、サラ、手をどけて。大丈夫、大丈夫。絶対に助かるから、しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛い、痛いよな。頑張ってくれ、頼む。大丈夫だ、大丈夫。サラ、サラ。嘘だろ、ダメだ、ダメだ。頼む、そんなと言ってくれ、頼む。ダメだ。神様、神様、どうして。頼む、頼む、行かないでくれ、頼む。これまでに200人以上の死亡が確認されています。知事は非常事態を宣言し、すごい数の死体が道路に並べられてた。 WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。
官僚が追放されたことでようやく市民保護のために必要な行動を。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。全ての住民が72時間以内に指定の隔離地域。この冬史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。バイラフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてバイラフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがバイラフライです。今行く。ご機嫌は？飲む？ああ、いや、いらない。面白い情報があるの。どこにいたんだ？ウエストエンド地区よ。運ぶものがあったでしょ。二人でな。二人で運ぶはずだった。でもあなた一人になりたいって言ってたじゃない。当ててやろうか。取引は失敗、客は薬を奪って逃げた。取引は無事に済んだわ。このカードで2ヶ月は食べていける。その傷はどうした？戻ってくる途中でバカな二人組にちょっとやられただけよ。何発か食らっちゃったけど無事だからいいじゃない。よこせ。バカな二人組はどこだ？さあね。どこの奴らなんだ？ただのバカよ。問題はあいつらを雇ったのがロバートの野郎だったってこと。あのロバートか？こっちに感づいたのよ。捕まる前に殺そうってわけ。ずる賢い野郎だ。そうでもないわ。隠れ家が分かった。本当か？どこだ？ミッションヒルの古い倉庫。今のところはだけどね。それで十分だ。行こう。ええ、いいわよ。チェックポイント5はまだ空いてる。外出禁止まで残り数時間だ。じゃあ急ぎましょう。おい、本当か？今朝招集令状が来た。町の外での作業に選ばれたのよ。最悪だな。そういう作業は兵士がやるんだろう。その言葉伝える。市民の皆さん、常に有効な身分証明書を携帯してください。本規則の遵守は全市民の義務です。あれ見て、配給の行列ができてる。物資が足りないのよ。行くぞ。すぐに加入せろ。オーケー、分かった。ゼロと言ったんだ。悪いことはしてない。両手を頭の上にやれ。よし、スキャンだ。シロだ。シロ、違う。感染してない。誰かの抑えてろ。やれ。お願い。油断するな。よし、死んだ。畜生。嘘だろ。
黙れ。幸運だと思え。感染者が増えたみたいね。外へ出る奴が増えたってことか。おい、マーク。知らないのか。配給カードを偽造して捕まった。なんてことだ。どうなんだ。どうなんだ。書類はちゃんとある。問題なく通れるはずよ。バカな奴。冷静にね。捕まるなんて。よし、通過しろ。身分証明を。これを。要件は何だ。休暇だ。友人の訪問。よし、通っていいぞ。どうも。うっ、大変じゃない。行け。閉鎖しろ。ファイアフライだ。撃て。逃げろぞ。援軍を呼べ。市民の皆さん、第5チェックポイントは正面側に閉鎖します。全市民はチェックポイントの周囲から直ちに退避してください。市民の皆さん、第5チェックポイントは当面の間閉鎖します。全市民はチェックポイントの周囲から直ちに退避してください。もうせっかくの書類が。ちゃんと手当てして。もう検問所は通れない。外を回っていかないとダメね。壁の外。それともロバートを見逃す？バカ。おい、テス、あれを見たか。近くでね。東のトンネルはどう？大丈夫だ。さっき言ったよ、誰もいない。どこ行くんだ？ロバートに用なの。君も？他に誰が？ああ、マーリンがロバートのことを探し回ってた。マーリン？ファイアフライがロバートに何のよ。俺が知るか。どんな情報をあげたの？何も。ロバートの居場所は知らん。よかった。ねえ、気をつけて。軍もじきに動くみたいよ。ああ、またな。マーリンがロバート、どういうこと？わからん。だが急いでロバートを見つけないと。着いたわ。よう、調子はどうだ？どこも物騒ね。こっちはどう？静かだ。軍も感染者もいない。安心したわ。ジョエル、手伝って。無茶はするなよ。ああ、もうひどい状態ね。ここもきちんと管理してほしい。光あれ。準備しましょう。
荷物は前と同じ場所よ。弾が少ないな。全部当てればいいでしょ。じゃあ行きましょう。持ち上げて。行くわよ。ではどうぞ。さあ。気をつけてる。そうだな。外も久しぶりだな。デートしてるのって。ああ、いいムードだろ。ええ、そうね。はしごはどこ？この近くにあったはずだ。あったぞ。よし、持ってきて。レディーファーストだ。レディー？私のことじゃないわね。そんなことないさ。こっちよ。降りましょう。ロバートは銃をどうしたと思う？死にたくなきゃ取ってあるさ。銃さえ取り戻せたら売るのは簡単よね。銃を売ったら次の荷物はいつだ？待って、方針。どこから入ってきたんだ。前はなかったのに。発生源があるはず。気をつけて。犯人がいたぞ。比較的新しい。周囲を警戒してちょうだい。ここなら通れるはずだ。大丈夫？ああ、天井が落ちてきた。気をつけろ。こっちだ。落ち着け。気をつけるんだ。助け。マスクが壊れた。おい、人思いに殺してくれ。頼む。どうするの？
行こう。これで全部ね。だといいな。町に戻りましょう。いい空気ね。外の何が好きってこの空気よ。あの街の匂いは大嫌い。ビルに消臭剤でも頼んだらどうだ。先に行って。入り口をお願い。わかった。
ああ、最悪。板が落ちてる。頼んでもいい？わかったよ。こっちよ、渡して。ちょっと重たいぞ。大丈夫だと思う。分かった。こっちに来て、行くわよ。近くに兵士がいないか調べてくれ。大丈夫、こっちよ。閉めて。弾を補給して、必要になるから。ねえ、坊や。外の様子を見てきて。兵士やロバートの部下がいないか、ね。奴は待ち構えてるぞ。その方が面白いじゃない。行くわよ。ほら。おいです、おいです。元気にしてるかい？今はやめて、テレス。いやいやいや、構わない。ダメよ。カードがある。後で。いい？わかった。そうするよ。だから怒らないで。配給カードがないなら時間の無駄だからやめて。弾丸と交換する気はないの。早くして、飢え死にしそう。おとなしく待っててくれ。もうすぐ次の分が来る。ちょっと列に割り込まないでよ。うるせえ。俺はこれをずっと待ってたんだ。さあ、ったら帰れ。テス、久しぶりだな。最近来てないんじゃないか。おい、ガードしろよ。どこに行くつもりだ。マリック。ああ、すまない、テス。君の連れだったんだ。どうぞ。やれ。おいおい、顔に食らわせろよ。やれ、倒せ。誰だ。頭痛の種、聞かないで。あいつ工場にいろいろ溜め込んでるらしいぞ。ちょっと聞こえたらまずいよ。ああ。ロバート探してるの。ここを通った。30分前な。ハトバに戻った。今もそこだ。
やれやれ。通して。命が惜しいなら回れ右してとっとと帰りな。あなたたちに用はないの。ロバートを渡して。面倒は嫌でしょ。早く後ろ向いてどっかへ失せろ。いなくなってほしければロバートを渡しなさい。おい、早くここから出ていかねえとお前のその頭かち割っちまうぞ。あら、そう。隠れろ。準備いい？ああ。援護する。脇から攻めて。さすがね、ジョエル。お前もな。どうやってこいつらを集めたんだ？そういうことだけはロバート得意だからね。くそ、ここは通れない。そうか、では。ジョエル、こっちよ。ロバートの部下よ。あいつらが来るだと嫌がる。テスを消しに行った二人が殺された。テスとジョエルは間違いなくロバートを狙ってここに来る。まったく、引き受けるんじゃなかった。しょうがない。見事な。警戒して誰も忍び込めないようにしよう。動いて。話そうとしたのは冗談通りでのことだ。市民を5人ほど連れて兵士たちが現れたんだ。全員手錠をかけてな。それはファイアフライだ。そう、彼らを壁の前に並べて、バンバンバン、全員処刑された。ひどいな。町中で起きていることだ。厳しく弾圧している。いとこがメンバーだ。本当か？世界を救うつもりらしい。無事だといいが。やったわね。じゃあ探しましょう。おい、南の倉庫の木箱を整理するぞ。物資が入ってるやつ。
ああ、それが終わったら出発しよう。もうじき外出禁止だ。ロバートはどうした？今夜の警備は誰だ？奴は一人で寝るのを怖がってるぞ。さあな、他の奴らと会って考えよう。ああ、なんだ、何か聞こえたぞ。あっちからだ。バカな、まだよせ。いいな。すごい。待てよ、こういう方法はやめた方がいい。そうだろう。さすがお手の物ね。なんだ、何か聞こえたぞ。俺も聞いた、気をつけろ。なんだ。じゃ調べる。どこにいる？おいお前、バカな真似するな。もっと人手がいる。帰って邪魔になる。
ええ、そうね。来て、ハトバーはこっちよ。やりましょう。あそこにいるわ。気取ったクズ野郎が。さっさと終わらせよう。しばらく荷物が届いてないな。ああ。